ほぼ新宿2丁目最強のマルク、ハガソメンです。はい、どうも皆さん、こんにちは。今日もやってきました、僕の YouTube チャンネルの大人気コーナー、美女優と筋トレをしようのコーナーです。はい、ということで、毎度大好評いただいておりますけれども、今日もすごい方をお呼びしました。ウンパイさんです。こんにちは。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ものすごいスタイルですね。これは今日も世の男性の諸君、僕に感謝してください。無料で見れるのはハガセブンの部屋だけです。はい。そう、僕 DM いただいたんですよ。はい、で、DM いただきまして、うん、フォローしてる知り合いめちゃくちゃいますもん。本当ですか？そう、筋トレしてる人からも大人気ですよ。嬉しい。で、やっぱ職業柄、体を、まあ、見せるお仕事じゃないですか。はい。だから筋トレをすることによって、もっと、そうですね。インラン違うインランちょっと違ういや、なんか、まあ、おっぱいとかを、うん、そうそうそう強化したいんです。強化、はい、そう胸と、あとお尻ですね。そうですね、そうお尻が、ね、薄いんですよ、うん、あ、これすぐスクワットしなきゃダメですね。じゃあ、早速大至急筋トレの方していきましょう。お願いします。よろしくお願いします。はい、では早速てかもう大至急スクワットしなきゃいけない。もうすぐお尻をでかくしないと、もう明日にはものすごい張りのあるお尻に なれるように頑張ります、ね、頑張っておしますんで、はい、大きくさせましょう。はい、そう、まあ、せーの、上げで、限界までしゃがむ。無理です。大丈夫、僕無理ですか？無理じゃない、大丈夫、大丈夫。おー、綺麗なスクワットだ。立ち上がれ。おー、大丈夫だ、もう一回の、いけるでしょ。楽しいでしょ。3、4、どう？疲れたら声出していいよ。いや、想像以上に引き合いの声はきついですね、結構きつい、きついですか、はい、もう一回スカートやろう。もう一セットできる、ウンパイさんならできる。死なます。死なない、スカートを死んだ人いない。スカート苦手なんです。でも、もっとみんなを魅了するような体になりますよ。本当ですか。はい、ということで、2セット目なんですけど、はい、今度は違うアプローチしましょう、はい、今度は立ち上がらない、立ち上がらないで、ここで小刻みに入れると。とりあえず小刻みやりましょう。とりあえず本当によ。とりあえずね。そう、とりあえず。バク尻にするんだ、バク尻に。もも尻じゃないぞ。バク尻だぞ。やりたいです。そう。よし、せーの。前に、そうだね。で、しゃがんで。しゃがんで。よし、小刻み。もっと見られると、はい、僕気分上がるんですよ。ウンパイさん、そういうとこないですか？あ、ありますね。ですよね、はい、だからやっぱ筋トレ学的にもああいうフォームって実は正しくって、へー、声出すのも正しい。じゃあ次、はい、チンニングやりましょう。お願いします。はい、ということで、はい、じゃあ次はね、チンニング、まあ日本語で言うと懸垂ですね。懸垂、英語で言うとチンアップだったりチンニングって言うんですけど、何なんですかね、チンって。ウンパイさん、はい、チンって何ですか？チンって何ですかね。チン筋力をアップするトレーニング。あ、そうか、そうですよね、多分一番合ってる。いや、多分チンニングそういうことですよね。そうです。男性からとね、筋力が上がるかもしれないし、女性からとね、腕力が上がるかもしれないし、体力上がるかもしれない、うん、とりあえずいい種目なんですよ。はい、はい
知りたいです。あ、でももうなんか楽ですよね。はい、よし、行きましょう。はい、どうぞ。はい、頑張れ、頑張れ。まだまだ終わらせないで。はい、どうぞ。どうやって、行くぞ。せーの。横に行ったと思ったぜ。すげえ馬鹿走りだ。さすがだぜ、先輩さん。後背筋がね。はい、もう最後はいつものベンチプレスで締めるしかないな。じゃあ次ベンチやってみましょう。はい、お願いします。はい、ということでクライマックスです。はい、いよ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 やってまいりました。ベンチプレスです。はい、ウンパイさんもともとでかいですよね。そう、大胸筋がでかい。大胸筋、うん、そう。なな大胸筋何カップどれぐらいあるんですか、サイズは。一応 H カップあります。すっげえ。いや、あんまり見ないから。H カップだなんて多分 X カップになるんで。おーそう、そう、ベンチプレスやると思ったらこれまでで、そこら辺まで大きくなれる、うん、そうですね。まあ、さすがにここまでではないですけど、確実にでかくなります。絶対これはやった方がいい。見てますね。この後、合同トレーニングのご依頼待ってますんで、皆さん一緒に頑張りましょう。そうですよ、運搬さんも頑張ってるし。いきますよ、せー、押し上げて、せーの、おお、押し上げる。えっかー、ちょっときつい。うるさい、せー、さあ、マイク持つね。またね、どうすか、胸のパンプ感は。わかんない。ちょっとパンプアップしすぎたかもしれないです。確かに、ちょっと立ってみてください。心配になってきた。僕の計算、ちょっと入りますね。なるほどね。なるほど。僕の計算によると1センチパンプアップしてます。そう、これ続けたら、ボーンって。徐々になっていきます。いやでもね、全然ダメです。お手本見せますんで、はい、じゃあ、運搬さん、あなたがお守りになってください。私さん、結構重たい。そう、大丈夫、運搬さん、大丈夫です。早速やってみましょう。はい、ということでやってまいりました、今日のクライマックスです。はい、本当に世の男子、感謝してください。うん、準備して、はい、いきます。せーの、これがベンチプレスだ。膝曲げて、おお、すげえぞ。運搬さん、すげえよ、あんた、運搬さん。出ちゃって、何が出たの、声が出ちゃった、声が出ちゃって、ああ、これがベンチプレスだ。うわぁ、たまいた、あー、経験でしたよ。こんなの味わえるのここだけだぜ。リライフジム最高だな。やめてくれ。運搬さん、はい、今日本当にいろいろ筋トレ初体験ということで、はい、まあ、これは絶対ね、運搬さんのお仕事にも直結する、まあ、素晴らしいことだと僕は信じています。で、まあ、今後のね、まあ、活動に生かされることも祈っています。はい、じゃあ最後に、じゃあ運搬見るって言っていただければ
じゃあでかい声で3、2、1どうぞ。みんないつも動画見てくれてありがとう。